宗教や神話に登場する神様は、人間の心の中だけでなく、本当に実在しているかもしれません。ようこそ、ナビゲーターのルカです。神様にもいろいろありますが、皆さんはどれだけの神様をご存知でしょうか？キリスト教やイスラム教、ヒンズー教といったメジャーな宗教の他にも、ゾロアスター教やジャイナ教、ブードゥー教などの民族宗教や土着宗教があり、世の中にある宗教それぞれに神様が存在しています。そんな神様ですが、実際に自分の目で見たという人はほとんどいないようです。近代の啓蒙思想を発端として、科学と宗教との分離が進み、現代においては神の存在というのは哲学的テーマになりつつあります。しかし、それは本当に科学的なアプローチなのでしょうか？私にはよくわからないものについては目をつぶっているだけのように思えます。よくわからないものにも果敢に挑んでいくというオルタナティブサイエンス愛好家としては、このテーマについて検証、考察を避けるわけにはいかないでしょう。そこで今回は、神は実在するという可能性について紹介していこうと思います。神々の黄昏。先ほども少し触れましたが、世界には様々な宗教があり、それぞれの神様が登場します。そしてその多くには、創造神がいて、世界や人間を作り、人知の及ばぬ物事を司る力があるために、神として崇められるわけですが、その力というのは、観測者がいなければ、後世に伝えられるはずがありません。そう考えると、神というのは、人間が存在しなければ、いないも同然だと言えるでしょう。ということは、神というのは、人間を作ったがゆえに、神と呼ばれる存在であると言えるのではないでしょうか。例えば、キリスト教の創造神であるヤハウェは、土の塵で人の形を作り、命の息を鼻に吹き入れて、人を生きたものとしたそうです。ヒンズー教では、ブラフマーが宇宙と生き物を創造したと伝えられ、イースター島の超人信仰では、マケマケと呼ばれる神が人間を作ったとされています。このように、世界宗教から土着宗教まで創造神の存在が語られています。中でもキリスト教は世界宗教の一つと呼ばれるほど信仰範囲を広げ、中世から近代にかけて隆盛を極めました。聖書の教えは科学やその他の学問にも影響を及ぼし、文化芸術の分野においてもキリスト教に関わる事物がモチーフになりました。一つの例として、世界遺産に指定されたシスティーナ礼拝堂には、ミケランジェロの天井画や祭壇画があります。これらは宗教画の範疇を超え、美術史においても重要な人類の宝であると言えるでしょう。ところが、啓蒙思想と急激な科学の発達によって、神々への信仰は薄れていきました。現代においてもその流れは止まることなく、例えばアメリカにおいては、日曜にカトリック教会へ行く人々の数が、60年前よりも 35% も下落しているそうです。土着の神々もまた、科学や文明の発展が辺境まで行き渡るとともに信仰心は薄れていき、人間に信仰されてこそ存在しうる神は居場所がない状況になっていると言えるでしょう。現代はまさに神々の黄昏とも言うべき時代のようです。サイエンス信奉者たちは神とは人間が生み出した概念に過ぎないと結論付けています。果たして、それは真実でしょうか？インテリジェントデザイン説。まずは、メインストリームの現代科学にのっとって検証してみましょう。地球に生命が誕生したのは、約35億年前。水があり、生命が誕生する確率は、10の4万乗分の1だと言います。この確率を計算したのは、イギリスの天文学者であるフレッド・ホイル。ビッグバンの名付け親でもあるホイル氏は、最初の生命が誕生する確率について、廃材置き場を竜巻が通り過ぎた後でジェット機が完成しているような奇跡だ、と表現したそうです。この奇跡のような確率の上に誕生した生命は、過去5億年の間に大量絶滅が少なくとも5回あり、その度に地球上の生物は70から90%が絶滅してきました。生命誕生から現在までに
99% の生命が絶滅しているとのことです。その上、知的生命体に進化する確率というのは、膨大な回数の偶然が重なった結果だと言えるでしょう。この奇跡のようなわずかな可能性をクリアする他にも、そもそも生命が誕生しうる環境が整わなくてはいけません。生命が存在できる天文学上の領域をハビタブルゾーンと言いますが、条件としては恒星の質量と年代、恒星からの距離、惑星の質量、自転速度、自転軸の傾き、大気の組成と量などが挙げられ、それぞれに生命生存可能領域がある上に、それらがすべて重なっていなければなりません。例えば、地球の質量が今よりも大きかったら、重力も大きくなり、隕石を引き寄せてしまうため、生物の生存は難しくなるでしょう。また、地球が今よりも大気の量が少なかったら、宇宙からの放射線を大量に浴びてしまい、やはり生物は生きていけないことでしょう。こうした数々の可能性の確率をかいくぐった末に、さらに文明を持つまでの知的生命体に進化するのは、まさに奇跡ではないでしょうか。そして、生命の誕生だけでなく、自然界の成り立ちや構造は、奇跡の上に奇跡を重ねたような緻密で複雑なものであるため、このような精妙さは偶然に起こるはずがないとして、知性ある何かによって、宇宙や生命のシステムが設計されたとする仮説が生まれました。それがインテリジェントデザイン説です。確かに不可能に近いほどの偶然の重なりによって地球に生命が誕生して人類へと進化したというよりも知性ある何かによって計画されて実行した結果だと言われた方が納得できる気がします。精妙な数値の条件の重なりの上に誕生した生命を精巧な機械の組み合わせでできている時計に例えると分かりやすいかもしれません。テーブルの上に時計の部品をバラバラに置いておいても、偶然の重なりによって自然に時計が組み立てられるわけがありません。やはり誰かが時計を組み立てなくてはいけないのです。それと同じく、精巧な数値の条件が重なって成り立っている生命の誕生は、知性ある何かによって設計され、組み立てられたのではないでしょうか。これを神と呼んでしまうと、宗教間で我が神こそがインテリジェントデザイナーであるという争いが起こってしまうため、インテリジェントデザイン説では知性ある何かと表現しています。生命の誕生に関して科学的なデータや計算が集まれば集まるほど、偶然の産物で片付けるにはあまりにも奇跡的であるため、インテリジェントデザイン説によって説明しようという仮説ですが、残念ながら、エビデンス不足ということで、この仮説はオルタナティブサイエンスの範疇に入れられがちなようです。あくまでも既存の科学界は、神などいないし、すべては偶然によるものという姿勢を崩そうとはしません。その最たるものがパンスペルミア説です。インテリジェントデザイン説に真っ向から対抗する説ですが、このパンスペルミア説さえ、神の存在につながるものかもしれません。パンスペルミア説と神の介在。知性ある何かが生命を誕生させたとするインテリジェントデザイン説に対して、パンスペルミア説とは、もともと宇宙にあった核酸やアミノ酸が隕石などに付着したまま地球に飛来し、それが途方もない年月をかけて生命にまで発展したという説です。まさに、すべてが偶然の産物というわけです。この説を裏付けるように、テキサス州に落下した隕石からは、アミノ酸など複数の有機物が結晶の中に含まれていたことが分かっています。さらには、宇宙ステーションでパンスペルミア説の可能性についての実証実験を行っていたり、様々な観測データや研究論文が発表され、パンスペルミア説は生命誕生の有力な説の一つとして認識されつつあるようです。パンスペルミア説が真実だったとしても、奇跡的な確率の上に私たちが存在していることには変わりありません。広大な宇宙を流れる隕石に生命の種である核酸やアミノ酸が乗っていて、さらにそれが地球に落ちてくるということは、砂漠の中に落ちている針の穴に空の上から糸を通すようなものです。となると、この宇宙を支配しているのは偶然という神様でしょう。既存のサイエンス信奉者は、
偶然という名の神を崇めているように思えます。しかし、それにしても偶然が重なりすぎてはいないでしょうか。偶然も三度重なれば必然であり運命となるという言葉がありますが、そうなるとやはり神様とも言うべき存在があることになるのではないでしょうか。つまり、パンスペルミア説の根っこの部分には神の介在があるかもしれないということです。そこで登場するのが古代宇宙飛行施設です。様々な古代文明にたびたび登場する空から飛来して人々に文明をもたらしたものは、壁画や石像や遺物にその姿が残されていますが、宇宙人にしか見えないケースが多いのです。その代表がシュメール文明の神であるアヌンナキです。アヌンナキはシュメール神話において神として描かれていますが、オックスフォード大学の神話学教授は、シュメール文明を調べれば調べるほど古代宇宙飛行施設にたどり着くと発言していますし、考古学者のゼカリア・シッチンはシュメール文明の粘土版の文章を解読した際に、人類を作ったのはアヌンナキで間違いないと主張しています。ジャーナリストのジョルジョ・ツォカロス氏は、宇宙人の卓越した科学力は古代人の目には魔術に移り神だと誤解したという仮説を発表しています。これらの証言や仮説の上に立つならば、謎の地球外知的生命体アヌンナキが人類の起源に関わるだけでなく、地球の生命誕生にも関係していたことが容易に想像できます。例えば、私たち人類の科学がもっと発達して宇宙に進出したときに、知的生命体に進化しそうな生物がいたら、何らかの介在をして進化を後押ししたいと思わずにはいられないのではないでしょうか。また、生命が誕生する可能性のある環境の惑星を見つけたら、生命の種をそこに送り込もうとは思わないでしょうか。そう考えると、やはり生命を誕生させ、人類を生み出したのはインテリジェントデザイナーであり、古代宇宙飛行施設の宇宙人であると考えられないでしょうか。そして昔の人たちはその存在を神と呼んだのだと私は思います。既存の科学の信奉者たちは神の存在に関して距離を置いていますが、オルタナティブサイエンス愛好家の私にとっては神の存在こそ科学的アプローチと不可分であると思うのです。オルタナティブサイエンスの視点では、科学が中途半端に発達しているために神の存在が否定されていると考えられるからです。つまり、もっと科学が進歩しなければ神の存在のエビデンスにたどり着けないのではないでしょうか。この議論に決着がつくまで、従来の意味においての科学的なエビデンスをもとに、オルタナティブサイエンス的なアプローチを続けていこうと思います。